ヒップホップイズウォーキングデッド。はい、滑ったところでね始めていくんですけれども、週刊ブレイクダンスを作る創刊号840円の世界にようこそ、ヒイラギです。っていう感じで今日はデアゴスティーニさんとのタイアップ企画というわけでは1ミリもなくて、僕が勝手にブレイクダンスの作り方を説明していくっていう、そういう動画になります。はい、ブレイクダンスね、ブレイキンあるいはビーボーイングとも呼ばれるんですけども、そもそもじゃあブレイキンとは何か、その話をしてたら28分ぐらいになっちゃうんで、ちょっとルーツ的な話は置いといて、はい、まあそのブレイキンにおいてですね、回ればええんやろと。なんかそのブレイクダンスっていうのは要するに背中で回ったり、頭で回ったり、派手な技ぶちかませるのがブレイキンなんやろっていうのが、まあ、世間一般の認識だと思うんですけれども、ごめん、みんながみんなそうね、みんながみんなこんなんじゃないと思うし、そんな認識じゃないとは思うんだけど、まあそうじゃなくてと。そうじゃなくて、普通おダンスでね、なんか踊ってって、ワンムーブ踊ってって言ったら、そのダンスの始まり、踊り始めから踊り終わりまでのことをまあムーブって言うんですけれども、ワンムーブ踊ってって言ったら、まあ、大抵のジャンルはこう立った状態で踊って、はい踊った踊った、はい踊ったと、で終わりっていう感じじゃないですか。でブレイキンにおいてそのムーブっていうのが、ワンムーブがどういう構成で行われてるからっていう、そういう話です。ブレイクダンスも何もあのね、ガンプラみたいに作るっていう話じゃなくて、そういうまあ実践的なトーク。はい、ブレイキンのワンムーブはですね、はい画面横にブーン移動して、こんな感じで構成されます。まず1つ目エントリー、2つ目がドロップ、3つ目フロアムーブ、4つ目フリーズっていう感じですね。この4つの要素で構成されるのがブレイクダンスのムーブでございますと。でエントリーって何かって言ったら、これは立ち踊りです。立った状態で踊ることね。もう立った状態で踊るって何ですかっていう人は、ぜひまず国語の勉強からしてください。そしてこのエントリーが終わったら、次ドロップ。これドロップっていうのは、まあフロアムーブにつなげるための動作なんですが、立った状態からこの地面に体を落っことしますっていう感じです。地面にじゃあ体を落っことしてどうするのかって言ったら、それが3つ目のフロアムーブにつながってきます。フロアムーブっていうのは、まあ簡単に言ったら手をついて踊る、手をついて踊るこの動作のことで、ブレイキンにおいては、まあ、この足でちょこまかステップを踏む、フットワークと呼ばれる、フットワークと呼ばれる動き、はい、まあ、フロアムーブの一つです。でもう一つが、皆さんが多分パッて思い浮かぶ、頭で回ったりとか背中で回ったりとか、そういうまあド派手な技のことをですね、ハラシャンハラシャンとハラムーブないし、スキルと言います。多分まあパワーとか訳したりする人がいるんですが、やったフットワークとパワームーブ、まあ、どっちもこう地面に手をついてやる動きなんですけれども、今の2つの要素で作られているのがこのフロアムーブになります。まあ、今はもう少しなんか細かい仕分けがされてたりするんですけれども、そこはですね、まあ、置いといて、で4つ目フリーズです。フロアムーブが終わって、じゃあもうその技して去っていけばいいのかって言ったら、まあ、そんなことはなくて、しっかりですね、一番最後流れを、集結させる意味を込めてフリーズという動作をしていきます。フリーズとは何か、そのまんまです。止まればいいんです。はい、ではそのフリーズ、いろいろ種類があるんですけど、1個やるんだったら、まあチラチラもね、ボンこんなんだったり、あとは、まあ、多分皆さん見たことがあるこういうのだったり、これがフリーズなので、このワンムーブを私が軽くね、軽くやってみると、まず立ち踊り、立った状態で踊りますと。そして、まあ、どんな形でもいいのでフロアに入って、フロアムーブしたら最後にフリーズ、終わりんごみたいな感じです。なんでさっきちらっと言ったんですよ、ブレイクダンスってあの頭で回るやつなんでしょって言って、じゃあ実際にヘッドスピンやったら、じゃあそれがブレイクダンスなのかっつったら、まあそのまあその要素の一つですみたいなっていう感じです。もう今ので僕が体力なくなったんで今日はもう帰るんですけれども、ブレイクダンスってね、実はだから覚えることがいっぱいなんですね。エントリーとドロップと、まあこのエントリードロップぐらいだったら普通のダンスに通ずるものがあるんですけど、じゃあそこでフロアに入ってくるフットワークをしましょう、パワームーブをしましょうっていうのは、これは本当にブレイキン特有のものになっていきます。でまあ最後フリーズもね、フリーズもやっぱりいろんな種類あるからっていう、そうなんです、いろんな種類あるんです、このエントリー、どの要素にも覚えることもある、難易度も高い、やりがいがあるっていう、そういうダンスです。でそのムーブの構成っていうのも、
人によって全く異なるので、そこもまた面白い。エントリーをほとんどやらないでいきなりフロアにね、パワーに入る人とかもいたり、フリーズは軽め、もうフリーズはただなんかキュッキュッみたいな感じで終わるんだけど、そこに至るまでの流れが素晴らしく作られているみたいな。んでぜひね、ブレイキン の、 あのダンスバトルとかショーケースの動画っていうのを見てください。すごくね、あのエンタメとしても面白いと思いますよっていう。そして、まあ、この動画でそのブレイクダンスって、あ、こんな感じなんだって、まあ、ざっくりといいのでね、理解してもらえたら、まあ、僕のこの YouTube チャンネルでもね、多少のそのムーブのそれぞれの要素のこう動きの講座みたいなのをやってるんで、まあ、よかったらね、それも見てみてくださいっていうね、あ、そういう流れっていう。っていう感じで今日はですね、ドヤゴスティーニさんとのノットタイアップ企画、週刊ブレイクダンスを作る創刊でした。2月号はね、多分ないです。配管ですね。お疲れ様でした。キープオンムービー。